セントラルコーストニューカッスルラインは主にメインノース線を通りセントラル駅からニューカッスルインターチェンジ駅を結ぶ都市間列車の系統である。州都シドニーから北方に進みセントラルコーストを経て州第2位の都市ニューカッスルを結んでいる。日本における中距離電車にあたり近郊列車も走るセントラルベローラ間では速達列車としての役割も担っている。 セントラルホーンズビー間について、セントラル駅からメインサバーバン線を通り、ストラスフィールド駅からメインノース線に入って、ホーンズビー駅に至るルートと、セントラル駅からノースショア線を通って、ゴードン駅を経由し、ホーンズビー駅に至るルートの2種類がある。セントラル方面を上り、ニューカッスル方面を降りとする。廃止前の入荷する駅新設された、入荷するインターチェンジ駅かつて、 入ッする線は、入ッする駅まで線路が続いていたが、2014年12月25日をもって、ハミルトン入ッする間が廃止された。その後の2017年10月15日、ハミルトン駅と廃止された、自駅のウィックハン駅の間に、入ッするインターチェンジ駅が新設され、新たな入ッする線の終着駅として、乗り入れを開始した。なお、 廃止されたニューカッスル駅までの間には、ライトレールが建設され、2019年2月17日に開通した。様々な停車パターンが存在するが、主に速達タイプと停車タイプの2種類に対別される。2018年9月時点のダイヤでは、平日日中時間帯にそれぞれ毎時1本運行されており、セントラルを30分ごとに到着、出発するパターンダイヤになっている。 停車駅は次の通りである。セントラル駅、ストラスフィールド駅、エッピング駅、ホーンズビー駅、ウォイウォイ駅、ゴスフォード駅、タゲラ駅、ワイオニ駅、モリセット駅、ファッシュファーン駅、カーディフ駅、ブロードメド駅、ハミルトン駅、ニューカッスルインターチェンジ駅すべての列車が、ストラスフィールドを経由し、セントラル、ニューカッスルインターチェンジ間で運行される。平日は、 全区間で速達運転を行う列車が中心だが、ウォイウォイ、ゴスフォード、タゲラ、入荷するインターチェンジを各駅に停車する列車も設定されている。土休日は全区間で速達運転を行う列車と、ワヨン、入荷するインターチェンジ間を各駅に停車する列車が交互に運行されており、合わせて毎時一本運行されている。平日朝夕ピーク時間帯に、 レッドファーン駅に停車する。また、土休日は Y 駅に停車する。なお、平日夕方の入荷する方面の一本のみ、エッピング駅を通過する列車が存在する。ストラスフィールド経由と、平日は左右ピーク時間帯に運行される、ゴードン経由の2種類がある。ストラスフィールド経由停車駅は次の通りである。セントラル駅、ストラスフィールド駅、エッピング駅、ホーンズビー駅、 ベローラ駅からの先の各駅平日は、主にセントラル、ニューカッスルインターチェンジ間で運行される。この他にもセントラルアイオン間や、ゴスフォード、ニューカッスルインターチェンジ間などの区間列車も設定されている。様々な停車パターンがあり、ベローラ駅から先においても一部区間のみ、通過駅のある列車があり、通過区間も列車によって異なるため注意が必要である。一部列車が、 アスキス駅に停車する。朝夕ピーク時間帯に、レッドファーン駅に停車する列車のほか、早朝、深夜に、ホーンズビーから、先で、各駅に停車する列車が設定されている。土休日は、主にセントラルアイオン間で運行されており、早朝、深夜を中心に全線通しの列車があるほか、区間運転も設定されている。ゴードン経由停車駅は次の通りである。 セントラル駅チャッツート駅の各駅、ゴードン駅ホーンズビー駅ベローラ駅から、先の各駅平日は朝のセントラル方面及び、夕方の入荷する方面のみ運行され、この時間帯の停車タイプの列車のほとんどが、ゴードン経由となる。セントラルゴスホード、ワイオン間で運行される。一部列車はアスキス駅にも停車する。全区間において電化されているため、すべて電車で運用される。 停車、0時1分ブレッシが停車、土休日のみ停車、乗降客がいる場合のみ停車。ありがとうございます。